Hey guys, welcome back to another Genshin Impact video. Today we are going to do Kokumi's storyline. So yeah, I'm sure you guys know she just came out yesterday. I won't be summoning for her this time, but we will be doing her story and let's see how it goes. ここのこと覚えてるか？この前渡墨島に来た時ここを通ったことがあるだろ。あの時お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。もうあれからだいぶ時間が経ってるから抵抗軍の兵士たちがまだお前のことを忘れてないといいんだけど、渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさん。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測するとファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうすればきっと奴らも逃げられまい。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。付け入る隙を与え総崩れを招いてしまうと。では救援を呼びましょうか？それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。兵力が足りない以上今回は一旦諦めるしかない。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体？五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが注意を引きつける役を任せられないだろうか？わかった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第すぐ戻る。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるようオイラたちも頑張ろうぜ。 Alright guys, here we are. Time to fight some Fatui.Here they are. 剣の盤石。立った。見切りました。シッ。立つ。ウォーカー、気をつけ。Oh my god. 天理チョーク。Okay, you should end them. 剣の壁ぞ野郎ども。船が燃やされてる。Oh, no, it's not the end. 卑怯。野郎ども行くぞ。お前がいなかったらあいつらを逃すところだった。その手にあるのがここみの虎の巻なのか？どれどれ。うわ、
実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。そんなに？三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。あらゆる状況に対応できるようにするなんて、考えただけで頭がクラクラするぞ。隊長、今回せっかく渡積島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか？僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんです。今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。そしてもう半分は見回り、建造、農業などの作業を行っています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、隊への復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。あ、そういえばオイラたちがここに来たのは、ココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ゴロ、ココミがどこにいるか知ってるか？三五宮様なら今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三五宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しようぜ旅人。和平交渉に同意するなんて、三五宮様は一体何を考えてるんだ。ああ、天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら、未だに横島な心を。三五宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長、戻っていたんですね。さっきのこと、隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は三五宮様に買われている人物だ。彼も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。いや、でも確かに用心に越したことはないか。その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。全て順調です。三五宮様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。まずは村に行ってみようぜ。 Okay, time to go to Boro Village. Oh, it's just right there. あやく言え。渡積島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。天領奉行の商人であるお前が渡積島で商売してるなんて、前々からおかしいと思ってたんだ。今回こそは言い逃れできまい。誤解です。誤解？何を今さら。やはりお前が渡積島で商売することに同意するんじゃなかったぜ。連れてけ。お待ちを。ここみ、ここにいたのか。何か揉め事みたいだ。
だぞ。事情を聞いてくれ。三五宮様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました。私どもの調べによれば、彼は長期的に商品を仕入れているのですが、それらを売っていないようです。それなのに品物を持っていないため、きっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません。違います、私は。そこまで、皆さん冷静に私と一緒に深呼吸しましょう。少しは落ち着きましたか。松田、内村、渡隅島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前に、こちらの商人さんが過ちを犯したかどうかに関わらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか。過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかし、そうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡隅島で行われる物事は主観的な判断ではなく、全て事実に基づくものでなくては。商人さん、私の部下が品物のことについて疑問を抱いています。そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうか。はい、もちろん。渡隅島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あ、しかしそんな時、仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです。私が何をしたというのでしょう。品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんて。ふん、それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしてもファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは結託してるんだ。ファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義。え？天領奉行がファデュイと結託？それはどこからの情報ですか？私は何も知りません。それに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか。戦争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのか。おいらは違うと思うけど。おいらたちこの前九条家の名代にあったんだ。そういうことをするような人じゃなかったと思うぞ。でもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな。ココミ、お前は何か知ってるか。確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。今回の交渉は上里家によって仕切られ、中立地点で行われます。私と九条沙羅がそれぞれ自衛を引き連れ、これからのことについてしっかりと計画を立てる予定です。しかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。九条家が未だにファデュイと結託しており、渡隅島を壊滅させようと企んでいると。もしそれが本当なら交渉は罠である可能性が。そして神里家もそれに関わっているかもしれません。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか。本当です、嘘はついていません。ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きました。そこに秘密の拠点があるのかもしれません。わかりました。容易ならぬ事態です。私たちがあなたの品物を取り戻しましょう。うまくいけばあなたの身の潔白も証明できます。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合、あなたには調査に協力してもらう必要があります。よろしいですね。異論ありません。三五宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんて、なんとお礼を申せば。松田、内村、あなたたちは。三五宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえメカジキ小隊二番隊隊長、私と共にこのことについて調査していただけますか。そうかしこまらず、これから何があろうとひとまず今は平和な時期なんですから。
それにあなたもずっと渡墨島にとどまるわけにはいかないでしょ。お互いに肩書きの違いはあれど、少なくとも友達のように振る舞いませんか。ファデュイから品物を探し出せたら、あの商人の潔白が証明できるはずだ。 Okay, time to do some investigation. The Fatui Camp Hideout. それに、ファデュイと天領奉行が結託してるっていう噂も。ちゃんと調査しないとだな。商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわぁ、すごく守りが固そうだ。オイラたち本当に入れるのか。力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に露見していません。敵は名所、こちらは暗所。策謀を張り巡らすのに絶好の機会です。私の考えでは三つの策があります。一つ、金属金王。稲妻に残っているファデュイの勢力は微々たるものです。その多くは敗れた残党。高所から飛び降り、敵の大将を仕留めることができれば、増兵を打たずとも勝利を得られるでしょう。二つ、虎の意を狩る。あちらをご覧ください。火薬樽が積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば、大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水域に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。さすがココミ、こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この三つの策にある大きな違いは、実行者の自身に対する判断能力にあります。情報から飛び降り、拠点を奇襲する、最も早く解決できる方法ですが、高い武力を求められます。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、正面からの戦いを避けられるでしょう。しかし気配を消し、隠密行動する必要があります。そして血のりを生かすには、着実に戦いを繰り広げる必要があるため、持久戦になる可能性があるでしょう。どの戦術がいいですか。I feel like going with the lengthy siege. If we are going to be playing with Kokomi, I'd like to test her out even more here. So we'll go with this option. 彼らを拠点から引きずり出せば、拠点の状態を保ったままにすることができますね。ですが私たちはこれまで共に戦う機会がそれほど多くはありませんでした。あなたについていけるかどうか。でもご安心ください。私は武闘派とはとても言えませんが、長らくタイに身を置いていたので、このような場面にも対処できると思います。ファデュイの拠点を片付け、すべてを明らかにしましょう。Nice! We get to play as Kokomi, guys! Alright, what do we need to do? Defeat the enemies. Alright.I have no idea what we should do. Just fire like normal. 逃げ道はありません。彼らの動きが鈍くなってきました。どうやらうまくいきましたね。まだ終わりじゃない。おお。やっ、はっ。出ないよ。はっ、やっ。ご安心を。それだけか。はっ、はっ。さばきの雷槌。おお。ねえ。
盤石。ふん、隙あり。ふん、甘い。やっ、騒乱の憩い。やっ、静かに。 Wait, is that it? I hope not. Please tell me no. No. And that's the leader. Let's do this. Oh, where you go?難攻不落。見切りました。雪を前。られなかった。お見事です。ココミが考えてくれた戦術のおかげだ。どんな戦術であろうと、最終的には誰かが実行しなければなりません。これまで勝利を収めてきた戦いにおいて、大事だったのは私一人の力などではなく、皆さんの努力なんです。そうだな、オイラもすっごく貢献したもんな。おい、ですが、まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜み、これほど長くここで陣取っていたとは。彼らの目的は何なのでしょう。まさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託を。この拠点を詳しく調査しましょう。あの商人が嘘をついていないのでしたら、品物はここにあるはずです。おお、あたりを見てみようぜ。ココミー、ココミー、商人の品物を見つけ出したぞ。ほら。あ、はい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となるものばかり。きっとこれらを蓄えておいて、後々いい値段で売りたかったのでしょう。しかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね。大方、儲けを出そうとした一介の商人でしょう。松田と内村が言っていたほど大げさなことではありません。でも、わざとみんなの必要なものを溜め込んでおくなんて、それはそれで悪いやつだと思うぞ。このまま品物を返すのか？なんだかすっきりしないな。安心してください。こういった状況だった時のこともすでに考えてあります。最新の戦後臨時法令の中で、すでに必需品の値段上限を設けています。これらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう。彼がもう少し早く法令を見ていれば、このような惨事にはなりませんでしたね。おお、ココミは何でも考えてるな。大げさです。現に天領奉行とファデュイが結託している噂について、私には皆目見当もつきません。しかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時に。お、ココミ、なんかいたか？いえ、早くこの品物を持ち帰りましょう。祝賀会はもうすぐ始まります。このような面倒事は早く終わらせるに越したことはありません。おお、オイラたちも平和な渡つみ島で祝賀会をしたいからな。それは私の品物。ありがとうございます。サンゴの宮様、隊長様、どうですか？冤罪だと言ったでしょ。どうだか、とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば、何か証拠を残しているはずですので。しかし
しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん、日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は、ちょっとお待ちを。産後の宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡津美島の荒人神の巫女、心象筆伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら連れてくぞ。罰金を払いな。産後の宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし産後の宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って産後の宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。渡津美島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。Is that all? Is she not going to say anything else? この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く、今度機会がありましたらあなたを渡津美島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡津美島の神社は産後の宮ではなく他の場所にありました。その場所とは渡津美島の七天神像の近くです。当時渡津美島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡津美島を守護する魔人が斬られたことでかつての神社は放棄されたのです。その頃より渡津美島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。産後の宮様、本日はどのような用件でここへ。なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。産後の宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したら
かつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、はあ、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。あら、三五宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入ればこの先も安心です。三五宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから。機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょう。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね。三五宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五宮様、こちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね。彼はこれからも渡積島に残るのでしょうか。三五宮様。皆さん落ち着いてください。すべてお聞きしますので。ですが、時間のかかる問題は報告書にまとめて三五宮まで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。あ、大丈夫ですか？どうやらあなたはこのような場面に慣れているようですね。三五宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが三五宮様です。それとここ最近の公文書を簡単にまとめて三五宮様の机に置いておきました。また予定ですと、この後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい、遠くからいらしたお二方がすでに三五宮様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡積島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日三五宮の門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会、おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡積島の特産を使った美食、あなたたちにも味わってもらいたいものです。やったー。じゃあまた明日。はい。Alright guys, I think that is gonna be it for today. It's honestly kind of boring. I don't know why. I feel these story quests are not too interesting anymore, you know. They're getting way too long and they're not interesting. But well, anyway guys, that's about it for today. I hope you guys enjoyed what you've seen today. If you did, hit the subscribe button. And yeah, hope you guys are doing the spectral secrets as well. You know, you're gonna get some primal gems, which is worth doing the thing, the event. But yeah, I think Genshin Anniversary is coming soon. I don't know what's gonna happen, but I hope good things will come, more rewards will come, or some good stuff will come. Hopefully, fingers crossed guys. But yeah, that's it for today guys. And as always, stay safe and never give up on your dreams. And I'll see you in the next one. Bye everybody.